あの、私の肉はあげられないけど。もう夜道の酔っ払いいない。ただいまです。おかえり。髪どうしたの？詳しくはこちらに。君は本当に危ない目に遭う。目を離しておけないよ。今回は仕方ないじゃないですか。これはまあそうだね。とはいえ自分一人で探しに行くって思考はやめた方がいいけど。はい、 ありがとうございます。なんだか深いところから誰かの声が聞こえ